Okay, Google. Six vs six Gundam team shooter. Gundam Mu Evolution. Mu Ryota play. Ju yo nao shira se. Nani kore?ガンダムエボリューションは2023年11月30日をもちましてサービス終了することを決定いたしました。うわどうも、頭に草が生えているバビロンズホールのウロバゲルです。サシュー仲間として今回出張でやらせてもらってます。さて、今回は前年9月22日にサービス開始したばかりであるガンダムエボリューションのサービス終了が決定してしまいました。あまりにも急な発表なので急遽この動画を作ったのですが、一応このゲーム最初のシーズン1を40時間ほどプレイしてるくらいハマっていたので、一ガンダムファンとして個人的に思い入れがあるため追悼の意を込めて動画にしました。なので今回の動画は普段とは違うテイストの内容となることをご了承ください。それとこのゲームをやり込んでいたわけでもないし、ましてや何十万も課金していたわけでもないので、この動画で私が語る内容はガンダム大好きおじさんの小言だと思ってください。それでは始めます。まずこのゲームを説明すると、6対6で対戦するガンダムの FPS ですね。ガンダムで常時 FPS 視点のゲームってかなり珍しいし、e スポーツ化をかなり意識して作られているので、こういったコンセプトはガンダムゲーの中でも初めての試みだったとは思います。で、プレイしての率直な感想としては、あくまで普段 FPS をやらない自分としては普通に面白かったです。大好きなガンダムの機体で戦えますし、動きもモビルスーツらしくキビキビ動いて、原作と同じ武装も使えるので、普通に新鮮な気持ちで純粋に楽しんで当時プレイしていました。しかも当時は有名なストリーマーの方とかも結構配信してる人も多かったし、それに引っ張られてプレイ人口自体そこそこあったと思います。しかしナンエボが配信された約2週間後、あのゲームが来てしまいます。そう、オーバーウォッチ2が配信されてしまったのです。このゲームの存在はとても大きくて、そもそもナンエボ自体がこのオーバーウォッチ2とかなり似ていたゲームだったので、当初ナンエボはガンダム版オーバーウォッチと呼ばれているくらいでした。そんな中、ナンエボから少し遅れて待望であるオーバーウォッチの新作が出ようものなら、ガンエボ結構面白いな、今後やり込もうかな。あ、どうも。お前は俺のスペアだ!といった感じで、とんでもない数のプレイヤーがオーバーウォッチ2に移行した流れがありました。これに関しては配信時期が不運と言わざるを得ないんですけど、それ以外にも差しの原因はあると思うので次行きます。皆さん、ガンダムゲームと言ったらやはりキャラゲーの印象が強いと思いますが、実際そうだと私は思っています。今現在プレイヤー人口を維持しつつ最新作も継続してリリースしているエクストリームバーサスシリーズでは、このように多種多様な機体をこれでもかと自由に動かし、演出も派手だし何より動かしてて楽しいという魅力があります。故にガンダムゲーは売り上げこそタイトルによって幅はありますが、それでも途絶えることなくほぼ毎年リリースされてはいるのです。そんなガンダムゲーの中の一つであるガンエボに関してはどうでしょう。はい、当たり前ですが FPS 視点なので大体の機体が武器と腕くらいしか画面に映らないですよね。なので機体の全体が見ることができないため、ガンダムを動かしている感がないんですよね。一応作中登場した武器や装備を使ってこれはしてるんですけど、ブルトを使わなくても極太のビームを乱射したり、マップの大半を覆う爆発を引き起こしたり、そういったキャラゲーらしいぶっ飛んだことはできません。
じゃないと、e スポーツを目指すゲームとしてはゲーム性が崩壊してしまいますからね。なので、このゲーム演出面においてはガンダムゲーの中でかなりおとなしく見えてしまうという印象が私にはありました。さらに、このゲームキャラボイスが原作キャラのものが一切ありません。え？例えば、このシャアが登場していたサガビーという機体なんですけど、こいつめ、ここはサブウェポンの出番ね。ジーマニューバー、いけ。誰だよ。ちなみに、機体を変えても相変わらずこんな感じです。これでいく。これはどうかしらってな感じで、パイロットのボイスがよくわからない女性ボイスになってるんですよね。ちなみに、今までキャラボイスは追加されていないようです。最悪課金だったり、ランクマ上位報酬とかでもらえたりすればすごい特別感あるんでしょうけど、これはちょっとガンダムゲーとしては残念な仕様だと言わざるを得ないですね。ここからはガンダムゲーとしては切っては切れない参戦機体の話です。今画面にあるのが今現在の全ての参戦機体である22機です。ガンダムがわからない人のために内訳を言うと、作品の主人公が登場した主役機が6機体しかいなくて、他もメインキャラレベルが登場した機体も多々あるのですが、なぜお前がという機体も正直ちらほらいます。ガンダムおじさんの私としては逆にそういった機体を操作できて嬉しかったりするんですけど、そうじゃない層の目線から見ると正直何とも言えないラインナップですね。 e スポーツ界前提のチームシューターというゲームシステム上、派手な主役機ばかり出して、戦場が従来のガンダムゲーみたいにお祭り騒ぎにならないためへの配慮なんでしょうけど、もうちょっと参戦機体を派手にしてもよかった気がしますね。といった感じで、これらの要素がガンダムゲーとしては微妙だと思った個人的ポイントです。でもこうせざるを得なかったのは、何度も言ってますが e スポーツ化したかったからだと思うので、次の話題はこれです。さて、ここからは結局ゲームとしてどうかという話です。ただ私は長い時間プレイしていたわけじゃないので正直浅いです。なのでこのゲームやり込んで大会にまで出場した私の知り合いであるノル氏にインタビューしたので、そちらの意見を中心に説明していきたいと思います。ちなみに彼の実績としてはこんな感じです。強い確信、大会で結果出してるのもすごいし、ランクまでも上位一桁に入れるのはものすごい強者、これは間違いないでしょう。ここまでの大会実績があるなら、日々チームメイトと一緒にランクマを回してたんでしょうね。このゲームランクまでフルパーティー組めないです。え？このゲームランクまでフルパーティー組めないです。なんだあれは。マジ？マジです。しかもフルパ組めないなら、まだしもランクが高くなるとマッチング全然しないし、3時間に1試合しかできないこともありました。それは辛いですね。それに加えて海外サーバーがかそってるせいで、日本サーバーで海外のプレイヤーを見かけるのですが、高 PING すぎてゲームにならない時がありました。例を挙げると格闘機の攻撃判定が機体1機分ずれてたりしました。当たらなければどうということ。話題になった格闘機なんですけど、このゲームでは4機体いまして、 FPS ゲームで接近して殴るという性質上リスクは背負ってるので、攻撃が当たった時のリターンが凄まじく、このようにワンパンされてしまいます。私個人として打ち合いで負けるのはいいんですけど、このような近接攻撃でワンパンされると最初は結構萎えてましたね。だったらこっちが格闘機使えばいいんだよって感じで、私は格闘機のドズルザビ使ってました。このゲーム独特のキャラである格闘機に対してノル氏の意見としては、このゲームの格闘機は先ほどの回線問題で異次元判定が発生してしまったり、乗り手が相当使いこなせないとランクマとかで組んだ時ゲームがうまく機能しなくて戦線が崩壊したり、
正直 FPS ゲームとしては微妙な存在だったと思います。ただ大会とかでピックとしては使う側として面白くて、オーバーウォッチのタンクのような前線でフォーカスをもらう仕事とかができて楽しかったですといった感じで、大会での使用であれば面白いけど、オンライン上だと結構問題が目立つという意見でした。最後にノルシのこのゲームを続けるモチベーションに関して、対 FPS ゲームと比べてゲーム内のイベントが少ないためモチベージが難しい。小さい大会がないためチームで活動してる人は目的が見当たらない。キャラクターボイスもそうだし、ゲーム内で実績を残しても報酬が微妙といった感じのようで、プレイ継続の意欲が削られていったようです。以上でこのゲームの FPS ゲームとしての評価いろいろだったんですが、最後にやはり基本無料ゲームと切っては切り離せないあの要素に関してです。はい、最後の課金要素に関してなんですけど、このゲーム今現在22機体いますが、最初からアンロックされている機体は12機体しかいません。つまり半分近くが使えないという状態なのですが、アンロックするにはゲーム内ポイントを頑張って貯めて解放するか、約1000円の課金で1機体アンロックできます。ゲーム内ポイントでの解放もできるにはできるんですけど、結構要求ポイントが多くて、ちょくちょくプレイする程度では1機体アンロックするだけでも大変です。デイリーミッションとかでコツコツ貯めれますが、結局それも対戦しないとダメなんで、その間使いたい機体がいてもお預けを食らってしまいます。なのでおとなしく課金した方がいいってことになるんですけど、とりあえずやってみようって新規で入ってきた人は正直萎えると思います。 APEX のような新規 IP であれば、プレイアブルキャラとの顔合わせはゲーム開始時から始まり、使っていくうちに愛着が湧いてついつい色々と揃えたくなったりしますが、いかんせんこのゲームガンダムというタイトルを冠しているので、プレイアブルキャラ自体は原作アニメや書籍または別のゲームで存在を知っていることが多いです。なので自分の好きな機体は最初から使えませんって言われたら厳しいですよね。俺がガンダムだ、ガンダム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 。なんてことが結構あったんじゃないでしょうか。それとこのゲーム、一部の機体に廃課金スキンがありまして、例えばこのザク2だとシャア専用ザクスキンが期間限定であったんですけど、最高レアリティであるレジェンダリースキンであるこのスキンを解放するためにはマテリアルポイントというポイントを消費しなければなりません。で、消費マテリアルポイントは同じレジェンダリースキンを参考にすると600ポイント必要です。そしてマテリアルポイントを貯めるには、ガチャで回して出たスキンをすでに持っていた場合、被った分がマテリアルポイントとして還元されます。で、レジェンダリースキンが被った時にどのくらいマテリアルポイントが入るかを見せするために2000円課金してガチャを回しています。2000円で11連できますので、さすがに引くやろ。ないんだな、それが。もう課金したくないのでゲーム内ポイント使って回します。出た、出ましたね。そしてアンロック済みのスキンだったので被りました。で、入手したマテリアルポイントは200、つまりレジェンダリースキンを任意で解放する場合600ポイントなんで、被ったレジェンダリースキン3つ分の価値があるというわけです。そこで先ほど紹介したチャーザクスキンなんですけど、こちら通常のレジスキンと違って少々お高くなってまして、その必要マテリアルポイントは はい、なんと4000マテリアルポイント、つまり通常の3倍を優に超える課金を要求されます。まあ普通に数万円飛ぶでしょうね。これは確かにシャーザクが好きな人はたくさんいると思いますよ。他のスキンと違ってカラーリングだけじゃなくブレードアンテナが追加されて見た目が変わったり、特別感がものすごいんでしょうけど、いくら人気の見た目だからとは言ってこれは要求値が高すぎると思いました。ランクまでこのスキンとマッチした時はお辞儀するレベルですよ。ほんとこのゲームに対しての個人的なまとめなんですけど、
本お祭りゲーの側面が強いガンダムゲーですが、ガンダムで本格的な FPS ゲームというコンセプトは非常に新鮮で、発表された時はワクワクしました。いざサービス開始し始めてプレイしたら、普通にやってて面白いゲームだと思ったし、決してクソゲーではないと思います。ただ競合相手の FPS ゲームが世界レベルで展開しており、日本国内でも人気がめちゃくちゃある状況で、そんな状況で新規参入しても相当に仕上がった上で新しいゲーム体験を提供できなければこのようなことになってしまうという、本当に厳しい時代に出たゲームだったんだなと思いました。それと私みたいなガンダムおじさんが聞くとショックかもしれないんですけど、正直ガンダムってコンテンツだけで避ける層が実際います。某有名ストリーマーがこのゲームは面白いけどガンダムだから厳しいといった旨の発言をしてましたが、実際その通りになってしまったので、大衆向けにガンダムゲーを流行らせようとするのは相当難しいんだなと痛感しましたね。今回はこういった結果になってしまい残念ですけど、せっかくアニメの水星の魔女が大盛り上がりしたんで、まだ見ぬガンダムゲーが出ることを楽しみにしつつ、今回の動画を終わりたいと思います。それではまた次のガンダムゲーでお会いしましょう。